国チャンネルは自由なんです、はい、あ、それがいいんじゃないですか、はい、あんまりこうね、だから人気あるんじゃない、はい、自由なのが肩凝らないようにやってるんですけど、ただ椅子がこうやって回ってしまうのが ね、あ、これいい、腰これ結構いいかも、これいいですかだから今日こうながらトークってなるの始まった面白い、うん、まあ随分番組でもご一緒させていただきましたけど、うん、はい、こんなにロングにインタビューするっていうのもなかったので、うん、本当ね、何かありますか。私ね、くにちゃんに久しぶり、今回ご縁があってね、定時クレコードさんで CD を出しになったんです。 CD 聴いてね、すごくいいの。そう私一緒に歌わせていただいてるんです、はい、でそのご縁で、あ、くにちゃんって子供の頃からこの芸能界に憧れてたのかなとちょっと気になった。そうなんですよ、実は。本当にもう私は、うん、今みたいになんか他に娯楽はあんまなんか、テレビかも、待って、娯楽がなかったっていつの時代の。いや、ほんとテレビぐらいしか、あと絵本かな、なんだろう、うん、遊園地もあったけどディズニーランドもないし、え、出身は東京です。あ、江戸でござる。じゃあふるさとは江戸なんだ。江戸なんですけど、それでね、下町の方だったんで、うんうん、土壌屋さんがあったりとか、ちょっとしたなんかお料理屋さんの中に、うん、役者さんとか、うん、歌舞伎役者さんとか話し家の方とかがみんな、うん、食べに来たりとか、ちょっとやんごとない様子だったりなんか知ってたんで、うん、子供の時から、あの人だっていう感じなんで、錯覚しちゃって自分も一緒。ああ、自分もこの世界にいるような感じ、うんうん、で、その子供の頃はその、うん、話し家さんが多かったって。そうですね、三平さんも、うん、お父さんの方のね、三平さんなんかを見に行って、で子供だからちょろちょろしちゃうじゃないですか、うん、そうすると早く座んなさいとか、今来ると思ってましたよとかいじってくれるんですよ。あ、なるほど。そうすると先にどうもすいませんって言ってやるんですよ。そうすると、あ、勝った、ここ行ってやったらどうも、みんなが受けるじゃないですか、嫌、うん、な子供ですよ。嫌な子供、今自分が芸能人になってみたらそんなことを先に言うやつ。で、何、じゃあ小さい頃から、はい、まあ、誰に憧れてた、うん、ね、中学生ぐらいになった時に円楽さんに、今のだから、うん、6代目じゃなくてその前5代目ですね、『笑点』の司会やってたん、ね、はい、元馬みたいな、そんなこと言うな、貫禄のある、そうですね、うん、大好きでした、うん、それで円楽さんでもその方に憧れて、結構渋い女の子ですよね。私なんかアイドルだった、うん、アイドルで、アイドル時代だったんですよ。すごくもう私の頃はやっぱりピンクレディがすごかったし、それから新御三家、必ずクラスメイトは五郎、ひろみ、秀樹の誰かの、私は秀樹さんが好きでしたけど、うん、そういう時代だと、桃江ちゃんとかそういう時代だったんですけど、だから漏れなくそういう人はモノマネはしてました。ああ、なるほど。でもこの世界に入るきっかけは何だろう。最後はね、スカウトなんですよ。そういうので、うん、面白いことをずっとやってて、モノマネとかをやるようになって、うん、NHK の産方さんが司会をしていた昼のプレゼント、あった、おぼんこぼんさんが司会でしたね。で、産方さんが総合司会でいて、で、五木ひろしさんと聖子ちゃんだったかな、ゲストがね、うん、すごいな。そこにポコンと出たんだよね、うん。それはもうしゃべりで、まあ、いわゆるタレントさんとして、まあ、モノマネ漫談ですかね。それでネタで生放送する。その頃どういうモノマネやってたんですか。魔法使いサリーちゃんばっかりやってたんです。ゆっちゃん、サリーは本当は魔法使いだ、あたじんじられないわっつって、で魔法で例えばね、アホヤノリコに変身できるのよ、やってアビアフラカスユンケアビアノリコになる、ね、大したことないけどあんたねってそういうことをやってたんです。懐かしい。そうしたら NHK が、うん、それはね、アニメは今は何でも OK ですけど、うん、NHK もね、民放だからダメだって言われちゃって、そうか、あの当時きつかった、ね、厳しかったんです。それでなんかないかなと思ったら、うん、あ、そうだ、女の職業だったらみんななんかわかるだろうと思って、うん、バスガイドさん必ず修学旅行かなんかで乗ってるはず、うん、でバスガイドさん出来上がった、うん、なるほど。その後はエレベーターガールさんになって、うん、看護婦さんになって、ウェイリーウェイとかね、そうです。昔そういえば必ず持ってたでしょ、白い手袋して、そうです、ちょっとご利用回数はうまいね、なんか上まりはする、そう扉閉まります、特別なこう抑揚ですよね。そう誤解婦人服売り場とかですね。そういや、懐かしい。あれ、なんでああいう風に喋るのかって思ったんですけど、やっぱり上に参りますみたいな扉縛りはすごい、あれね、やっぱほらみんな喋ってるから、ちょっと他の声がないと音感がいいんだね、クニちゃんもと思う。それで、うん、バスガイドさんが当たったんだ
右手をご覧くださいませ、うん、一番高いのが中指でございます。くだらないけどおかしい、ね、そうなんです。バスガイドさんはやっぱりみんなをね、うん、あの目的地に到着するまで楽しく歌なんか歌いましょうね、うん、なんつってでリクエストもらったそうかそうかモノマネができたっていうような。なるほどね。 それからもうレギュラーも番組もすごく一時すごい時ってレギュラー番組何本持ってた、週のもので14本です、ね、ほらそうなのよ。で各週っていうのがあると、うん、まあ1日に3本か4本掛け持ちしなきゃいけないんですよ。すごかったよね。であっち行っても撮ったあっち行って撮ったっつってもだからやるやりやっては終わりやっては終わりで何にも残ってないです。そうくたびれてましたね。でもね刺激的だし。そんなクリーちゃんが40周年を迎えたんですよ。そうなんですよ。それで40周年ということで CD の話があった。 CD なんです。この CD の話はどこからなんですか。あ、最初に、うん、あのレコードを、まあ、今 CD ですね、うん、20年も出してないのかと思って それで何か出したいですねっつって、うんうんうん、でちょっとまた課題が残りましたけど、まあ、美空ひばりさん大好きっていうこともあります。それからカラオケが大好きなんでカラオケで歌いやすい曲とかねいろいろなったところに軽くさんの名前をちょっと停止くれること申し訳ございません。いやとんでもないです。もうダメ元で。いや嬉しかった。いや私ですよ。嬉しかった。私でいいのかなって。もっと若くてピチピチした方がいいんじゃないかな。いやそれはしんくんがいるんだ。あいやそうだ青山しんくんがね。それでバランス取れてるよね。びっくりするぐらい年が若くてびっくりしました。しっかりしてるんですよ。そうそう歌うのにね。でその CD が4曲入ってるんです今回。40周年ってことですか。そうです。ああ、はい、そっか。もうレコーディング全部終わって終わりました。おかげさまでありがとうございました、ね、楽しかった。謎の踊りがついてましたけど、そうそうそう、プロモーションビデオ見たらメイキングも撮ってね。雨上がりの青空に虹がかかるよね、うん、素晴らしいですよね。あのまず何がいいかっていうのはね、あの覚えやすい、うん、それでイエーイ、そうなんかメロディーが残る、変に残る、うん、で今風にしないで変に木を照らっちゃうとダメなんですよね。やっぱりあのなんかすごく昭和の香りもどっかがあって、そうかもね。あそうかも。私はちょっとハモろうかなぐらいに思ったんですけど、うん、本当にあのラフに一緒に歌わせていただいたことが良かったかもしれない。そうなの、そうそうそう、だからね。で詞も分かりやすいし、うん、この同年代の人たちがすごく元気が出る歌だと思います。ちょっと先輩、うん、ちょっとお若いお若いなぁ、本当に変わらない。何を言ってるんですか。でもそうしてね、いてもお互いやっぱりこう分かることがある。いや、若い時とはちょっとなんか物覚えが悪いなとか忘れるのも早いなとかね。だけどまだ全然元気ですね、うん、そういうことをうまい具合にこの歌になってるんですよね、うん、いろんなことを戦いながらでもなんか前を向いて笑顔で生きていこうよって。そこなんです。この詩がいい。ありがとうございます。だからちょっと、うん、あの久しぶりのレコーディングでしたけど、うん、40年記念になったなって思います。だからその記念だけで終わらせたくないなっていう、うん、なんか私の CD じゃないんだけど、うん、なんか参加させていただいた人は、うん、なんかねこのまま埋もれさせたくないなって、うん、あれいい歌、メインで歌う歌はあるでしょ、その中で。はい、あるでしょ、はい、だからそれはそれとして、うん、なんかこれ絶対なんか それで、うん、あの10月14日に、うん、あのサクサク北海道でコンサートができることになりまして、うん、モノマネの後輩たちや先輩たちと一緒の中に、うん、本当はそこで歌いたかったんですけど、うん、そうなのよ。ギャラが合わない。いや違う、もう前からイベントがもうコロナで仕事がずれてすごいお忙しい。いやいやいや、もう本当に申し訳なかった。いや、どんどんすいません。ようやくなんかね動き始めて、その2年前にやるイベントが1年伸びて、でまた今年1年伸びて14日の日。そうなんですよ。すいませんでした。だから14を先に決めてしまったんで。いやもうできればね、私のスケジュールに合わせてもらいたかった。いや本当だ。いや本当なんですよ。クニちゃんがメインだから。でもあのいろいろ、うん、あの作戦を立てますので、うん、いっぱい出てるよね。はい。あの瀬川さんとか。今回14日のね、はいはい、ノバノフキや瀬川さんや、はい、カーニバルにしましたので、ね、門川博さんも出ていただき、モノマネ上手いの門川さんも。そうなんですよ。なんかみんなで、あのみんな美空ひばりっていうのをやろう。
いやーねー、いやだけどそうだ、そこは残念でしたけれども、あのいろんなの考えますんで、うん、でもこれからいろんなことやっていけばいいじゃないですか。そうなんですけど、私の経験していなかった、うん、その歌手の方のちょっと昔懐かしいレコード店キャンペーンっていうのはいかがですか、うん、大きなあのコンサートホールとかではなく、あそういうとこもいいんですけど、地道に何もう40年経ってんのにやろうという気持ちがある。レコード店のキャンペーンって1回もやったことがないので。え、やったことないの？それ有名店だけですよ。私はね、嫌っていうのでやってきました。どうなんですか、あれと言ってその、うん、ファンの方、地元の方とかに、うん、その前で、あの店内で歌ったりするんですか？店内っていうか、店先しかも、もう 今やってないのかな、今コロナでなんか人集めちゃいけないとか。どうなんだろう、どうなんだろう。だでね、昔ながらのね、うん、そういうキャンペーンやらせてもらってたレコード店が、はい、みんななんかね、畳んじゃって。そうなんですよね、もうそれが寂しいですね。ちょっとね、それはね、うん、経験してないので、うん、ちょっと経験したい。でも今こうやって YouTube で発信できることができるから、はい、昔はこういうのなかったじゃないですか。じゃあそういった意味ですごいと思う。あの歌、あのレコーディングはしたけど、うん、出来上がってないじゃないですか、なんか2人が、あの、うん、あの CD は出来上がったけど、うん、踊りもいい加減だったし、だからこういうやりましょうよ、こういうところで歌ったりできるんじゃないですか、うん、そうしましょう。ダメなの？にダメじゃないの、カラオケ流して。いいのいいの、本人たちだから、本人たちだから。だからそしたら、じゃあ何切る？振りかなんかつけてさ、なんかこういう振りかなんかつけてちょっとそれは先輩、あのどこのとこで、こういうのとか、あとほらこういうのとかさ人の振りばっかりで、こうエグザイルみたいにこうね、いいじゃないですか、でこういうのとかさ、ただ息が上がっちゃうかもね大丈夫です、毎朝ブルブルで鍛えてきます。そうそしたらそれやりましょうよ、うん、これ綺麗にきっちりと、うん、あの歌の本番として撮ればいいですよ、うん、もうだからこういう、うん、ね、こういうラフな感じでさ、なんか決めて、うん、ね、うん、国チャンネルでやったらどう、うん、あの歌の場合、うん、何着たいですか？海外も行っちゃうんだから、ちょっとそうだけど海外の人だって見ちゃうんだから。あ、そうです、そうです、あの海外の方見てますよ、これでしょ、すごく。シンガポールの方と、うん、アメリカの方必ず見てくれてる。絶対いいと思う、今いい時代、ある意味では。何着る、あの歌、赤いパンと、もうあのね、ビキニ、いいぬいぐるみなんですよ、いいぬいぐるみ、怪獣のあのね、みんな歌聞いてくれない、目がそっち行っちゃって。そうですね、そうですね、着物なイメージですか？いや、着物じゃないね、洋服ですか？洋服でいいんじゃない？うん、だって着物だったらほら動けないじゃないですか、あんまり、うん、やっぱりせっかく画面だから動きがあった方がいいと思う。いや、この企画会議いいですね、うん、ありですね、絶対。だから国チャンネルを見てくださってる方に、うん、こういうのがいいんじゃないかとかって、もらう、うん、もらう。変なこと言ってきますよ、本当に変なこと言ってきますよ本当、今のカットでお願いします変なのはダメ、うん、セーラー服とか言ってきます。セーラー服ぐらいだったら、いいんじゃないので、国、はい、ちゃんが爪襟を着る、国男です。そう、私がもう三つ編みから私ね、うん、あの女学校ダメ、あ、ダメってやればいいじゃないですか。女学校だったんで、こういうのどう、例えば10代バージョン、うん、20代バージョン、30代バージョン、行くね、企画出すね、40代、50代、60代で、国ちゃんとみゆきが、うん、こう例えば80代になったらどんな感じになるの、うん、なるほどね、白いのを入れてね、でちょっとこうあの歯が抜けたりお歯黒かなんかこう抜けたそういうなんか年代を重ねていくっていうのも、そうですよ、ね、面白いんじゃない？あれ別に、ま、どの世代でも歌えますもんね、うん、どの世代でもいける、うん、ちょっとまとめて、うん、次回じゃあなんか面白いと思うよ、ご期待ください。いろんなことやっていこうよ、いろんなことやっていこうよ、やっていきますね、本当にいい歌なんで、そう、はい、あれだけシングルカットしたいぐらいなんですよ、うん、でもしあだったらダンサー入れてもいいしでダンサー予算がなければスタッフの方がユニゾンで踊ってやだいや、いいんじゃないこれ、スタッフ誰もやってないと思う、スタッフ、例えばあのサビの部分でなんかこうやって歩いて出てきたっていいじゃん、そうですね、全然雨上がりの青空にだから
本当宴会とかでも、それからなんかね、同窓会でも何でも、うん、歌うことあると思うんですよ、うんうんうん、その時にああの踊りだっていうね、うん、恋するフォーチュンクッキー抜くかもわかんない。今だって今キツネダンス抜くかもよ。ああ全然抜くかも。キツネダンス流行ってんだ。ああそのぐらいいいんですよ本当に。だからこうヘビダンスとか楽しくなってきました。だからいろんなアイディアでこの歌を盛り上げるよ、はい、ぜひうん、まずその CD を聴いていただく、うん、そう、それと、10月14日来ていただくということで、浅草公会堂でしたね。そうなんです、ね、はい、何時から？15時から、ね、で料金は7,000円。安いこう4,000円。なんと定築さんの、うん、ホームページから入っていただいて、うん、CD とセットにしていただくとチケットが8,000円になるということで、チケットも手に入って、もう1枚つけて9500円ってどう？私の CD のつけいいですね買ってもらってんだ、押し売りだそれいや、なんやかんや楽しく企画していきたいと思います。やりましょうよ。これからも末永くもうこちらこそよろしくお願いいたします。もう楽しいことをやろうよ、はい、もうプライニュースが多いんだもん。またまた時間になってしまった楽しいな。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、それじゃあ期待しててください。